マンチェスターシティ FC は、イングランドマンチェスターに拠点を置く、プロサッカークラブである。プレミアリーグに所属する。1880年、マンチェスターのセントマークス協会がチームを結成し、アーディック AFC となり、1894年に、現在の名称となった。世界規模、全国区のマンチェスターユナイテッドに対し、真のマンチェスター市民のクラブと言われる。 マンチェスター・ユナイテッドとの試合は、マンチェスター・ダービーと呼ばれ、マージーサイド・ダービー、ノース・ロンドン・ダービーと並び、リーグの三大ダービーの一つに数えられている。2011から12シーズンに、マンチェスター・ユナイテッドを僅差でしのぎ、44シーズンぶりに、リーグ制覇を果たした。2017から18シーズンにプレミアリーグ初となる、勝ち点3桁でのリーグ制覇を果たす。 フットボールリーグ時代を含めて7回のリーグ優勝を経験している。サポーターはクラブの愛称をもじり、シチズンと呼称される。著名人のファンとしてはオアシスのギャラガー兄弟が有名。彼らはかつてシティが財政難の際はスポンサーとして出資したりするなど熱狂的なファンである。2011年にはリアムが、2012年にはノエルが、 ユニフォームのモデルを務めた。チーム自体がかなりオアシスと綿密な関係を維持しており、たびたび公式ホームページにコメントを寄せたり、スタジアムでの入場曲にロールウィズイットやワンダーウォールを使用している。2008年に UAE の投資グループに買収されて、以降、豊富な資金力を活かしてプレミアリーグの競合クラブとなった。近年、急速に 株組織の強化を図っており、各年代ごとにカテゴライズされたユースチームは、それぞれの年代でリーグ優勝するなどイングランドの中でも1、2を争う集団となっている。2008年にはマンチェスターシティを中心としてシティフットボールグループを創設し、メルボルンシティ FC やニューヨークシティ FC といったシティブランドを立ち上げた。 2017年1月、世界4大会計事務所であるデロイトの調査によると、2015から16シーズンのクラブ収入は5億2490万ユーロであり、世界第5位である。プレミアリーグではマンチェスターユナイテッドに次いで第2位である。イギリスメディアが2012年に公表した調査によると、選手の平均年俸は、 約740万ドルであり、FC バルセロナ、レアルマドリードに次いで、世界で3番目に高いクラブである。これは、アメリカのスポーツチームで、最も平均年俸が高いロサンゼルスレイカーズや、ニューヨークヤンキースを上回る給与水準である。1880年より活動していた、ゴートンアスレティックが1887年にウエスト、ゴートンと合併し、 プロ組織としてアーディック NFC が結成された。1894年に現在のクラブ名になる。1904年にボルトン・アンダラーズを下して FA カップを制し、クラブ初のタイトルを手にした。当時使用していたハイドローズ・スタジアムにイングランド史上初めて王室が訪れるなど、マンチェスター・シティは当初はイングランドの中心的なクラブとして存在した。 1923年、火事により、ハイドロードスタジアムが全焼。8万5千人規模のメインロードに、本拠地を移すこととなった。チームは一部と二部を行き来しながらも、リーグ優勝1回、FA カップ優勝2回、準優勝3回と競合の一角として存在した。シティは1930年代を最後に、長きにわたりタイトルから遠ざかり一部と二部を行き来する。 クラブになった。1955年に FA カップ決勝に進出し、ニューカッスルユナイテッドに敗れるも、翌年再び決勝に進出し、バーミンガムシティを3から1で破り3度目の優勝を果たす。しかしクラブは低迷し3部に落ちることもあった。1968年、ニューカッスルユナイテッドを破って、コミュニティシールドを制し、 翌年にレスターシティを破り13年ぶりの FA カップ優勝を遂げる。1970年に UEFA カップウィナーズカップを初優勝し、さらに国内でもリーグカップを制止ダブルを達成した。1976年に再びリーグカップを制した。1979年には当時の遺跡金記録を破る1450万ポンドで、 スティーブ・ダーリーを獲得するなど、積極的に補強するも、リーグでは上位に浮上できないシーズンが続いた。1980年代に入ると、暗黒時代に突入することになる。これまでの強みだったカップ戦でも優勝することができなくなり、チームは2部、3部と落ちていった。シティは80年代から00年代にかけて、タイトルとは無縁の生活を送ることとなり、 隣の宿敵マンチェスターユナイテッドが長い低迷の後、アレックス・ファーガソンを招聘して世界的な競合になっていくのをただ見ていくだけとなった。2003年、約80年にわたりメインスタジアムとして使用していたメインロードからシティオブ・マンチェスタースタジアムへ移った。2007年7月6日、クラブの公式サイトで 海前首相タクシンチマワットの会長就任と前、イングランド代表監督、スベン・ゴラン・エリクソンの監督就任が発表された。エリクソンは8月に、月間最優秀監督賞を受賞するなど、上場のスタートを切ったが、後半失速し9位でシーズンを終えると、2008年6月2日に、成績不振により1年で解任。マーク・ヒューズを新監督に迎え、 同年夏の遺跡市場では、ジョー・バンサン・コンパニー、ショーン・ライト・フィリップスらを獲得した。2008年9月1日、チナワット会長は、オーナー権を1年で、UAE の投資グループ、アブダビユナイテッド・グループ・フォー・デベロップメントインベストメントに売却。アダグの有り余る、資金力を背景に、同年夏の遺跡市場最終日に、 レアル・マドリードからロビーニョを獲得し、翌年冬の遺跡史上では、当時史上最高額とも言われる、遺跡金で、AC ・ミランから、カカの獲得を試み失敗するも、ウェインブリッジ、シェイ・ギブン、クレイグ・ベラミーなどの実力者を獲得した。しかし2008から09シーズンは、プレミアリーグを10位、UEFA カップをベスト8で終えることとなり、期待された結果とはほど遠いものだった。 2009年夏の遺跡市場では、再び巨額を投じ、カルロス・テベス、エマニュエル・アデバ・オール、コロ・トゥーレラ・プレミアリーグで実績を残している選手を、中心に大規模な選手補強を行い、これまでキャプテンを務めていたリチャード団や主力であった、エラーのを放出して、チームを編成し直した。2009から10シーズンは、開幕から連勝を重ねて序盤は、首位争いを演じるも、 リーグ戦を7戦連続引き分けるなど徐々に調子を落とし、2009年12月21日にヒューズは解任。全インテル監督のロベルト・マンチーニを新監督として、招聘した2010年冬の遺跡市場では、パトリック・ビエラ、アダム・ジョンソンらを獲得。一方で負傷などによって調子を落としていたロビーニョをサントスにレンタル遺跡で放出した。 マンチーニ監督就任後は、守備を重視した戦術を浸透させ失点が減少。結果的には5位でのシーズン終了となり UEFA、チャンピオンズリーグは逃したものの、UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。2010から11、2010年夏の遺跡史上では、ダビド・シルバ、ヤヤ,ヤ、トゥーレ、ジェームズ・ミルナーラを獲得。一方で、スティーブン・アイルランド、 ロビーニョラを放出した。さらに2011年冬の遺跡史上では、エディン・ジェコを獲得し、アデバ・ヨールら余剰戦力となっていた選手らを、レンタル遺跡させた。2010から11シーズンは1968から69、シーズン以来35期ぶりとなる、FA カップ優勝を果たしたほか、プレミアリーグを3位で終えて、クラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグの、 出場権を獲得した。2011から122011年夏の遺跡市場では、セルヒオ・アグエロ、サミル・ナスリ、ガエル・クリシーラを獲得。さらに、アブダビ政府所有の航空会社、エティハド航空と1億5000万ポンドと噂される、額で10年間のスポンサー契約を締結し、改修予定中のスタジアム名称をエティハド・スタジアムと変更した。 2011から12シーズンは、序盤から圧倒的な攻撃力を維持し、無敗をキープして迎えた9節のオールドトラフォードでの、マンチェスターダービーでは1から6での歴史的勝利を挙げ、その実力を世界的に知らしめた。その後も、両チームは、デッドヒートを繰り広げ、4月には、マンチェスターユナイテッドとの勝ち点差8とまで広がり2位に、アマンジルも、ユナイテッドが、 終盤に入り勝ち点を取りこぼし、一方のシティは CL のバイエルン戦で交代出場の指示を拒否したとして戦力外扱いになっていたが、マンチーニ監督と和解したカルロステベスが無断帰国から復帰してチームに合流。息を吹き返したシティは連勝を重ね、マンチェスターダービー前には 勝ち点3にまで差を詰めて迎えた第36節のユナイテッドとのマンチェスターダービーをバンサンコンパニーのヘディングシュートで1から0で制し第27節以来の首位に立ったそして最終節の QPR 戦は勝てば得失点差でシティの優勝がほぼ決まる状況だったが後半途中で相手が一人少なくなったにもかかわらずやはり勝てば プレミア残留が決まる QPR の前に2点を奪われ、1から2で逆転を許した。しかしアディショナルタイムに入り、まずジェコのヘディングシュートで同点とし、最後はアグエロのシュートが決まり、3から2の逆転勝利で劇的な44、シーズンぶりのリーグ制覇を果たした。シティ戦が AT に入った時点で、 同時刻庫だったサンダーランド VS マンチェスターユナイテッド戦はユナイテッドが0から1で先に勝利したためシティは引き分けでも優勝を逃すという状況だったまた初出場となった UEFA チャンピオンズリーグではバイエルン・ミュンヘン SSC ナポリビジャレアル CF と同組の死の組に入り3勝2敗1分けの勝ち点10を奪ったが ナポリに競り負け3位となり UEFA ヨーロッパリーグに回ることになった。そのヨーロッパリーグでも決勝トーナメントラウンド32で FC ポルトには勝利したがラウンド16でスポルティング CP にアウェーゴールの差で敗退し欧州の舞台で輝きを放つことはできなかった。2012から13夏の移籍市場ではハビ、ガルシア、マイコン、ジャック・ロドウェル スコット・シンクレア、ステファン・サビッチとの金銭トレードで獲得した、マティア・ナスタシッチの補強に止まった。コミュニティシールドでは優勝したもののリーグ戦は、ユナイテッドに独走を許してしまい、早々に優勝を決めさせてしまう。チャンピオンズリーグでは、レアル・マドリード、ボルシア・ドルトムント、アヤックスと同組という、極めて困難なグループで一勝もできずに3分け3敗で、 あえなく敗退した。タイトル獲得への最後の頼みとなった FA カップでは、決勝まで進出するが、圧倒的有利と言われた、ウィガンアスレティックに後半終了間際の決勝ゴールを決められまさかの敗戦。これで無冠が確定したことにより、決勝直後に、マンチーにはシーズン終了を待たずして解任された。公認監督には、 マヌエル・ペジェグリーニが就任。2013から14、2013年夏の遺跡史上では、カルロス・テベスらを放出する一方、アルバロ・ネグレド、ヘッス・ナバス、フェルナンジーニョ、ステバン・ヨベティッチ、マルティン・デ・ミチェリスを獲得した。2013から14シーズンは、序盤は1試合平均3点を越すようなハイペースで、得点を重ねる一方、アウェーでの戦いでは、 隠した相手に不覚を取るなど、好不調の差が目だった。しかし徐々に安定感が増していき、勝ち点を積み重ね続ける。4月13日に行われたリバプールとの、プレミア頂上決戦は一時は2点差を追いつきながらも、2から3で敗北し、その後、第26節の延期分サンダーランド戦にも2から2、でなんとか引き分け。 自力優勝は愚か2位の可能性も一度は消滅したもののリバプールが控えメンバー主体のチェルシーにアンフィールドで0の2で敗れたことで自力優勝の可能性が復活諦めずにサンダーランド戦以降の5戦は全勝し2シーズンぶりにプレミアリーグの派遣を奪回したシティがこのシーズン首位に立ってた期間はわずか14日であったまたリーグカップも決勝で サンダーランドを3から1で下し2冠を達成した。また、チャンピオンズリーグでは初めてグループステージを突破したものの、ラウンド16で FC バルセロナに、ホームでの第一戦で、こ着状態の後半に、マルティン・デミチェリスが、リオネル・メッシに犯した微妙な位置でのファールが、PK& デミチェリスの退場と判定されたのが、大きく響き、 二試合合計1から4で破れベスト16に終わった。2014から15アーセナルからバカリ、サニア、ポルトから、フェルナンド、エリアガンマンガラ、マラガからウィリー・カバジェロを獲得した。また、ニューヨークシティからフランク・ランパードを1年間のレンタルで獲得した。一方でコステル・パンティリモンとジャック・ロドウェルが、サンダーランドに、ハビガ・ルシアが、 ゼニとサンクトペテルブルクに移籍することになった。序盤は、順調に勝ち点を積み重ね、冬の移籍市場までに2位につけていたが、FW に負傷者が出たため、スボンジーからウィルフリード・ボニーを獲得するも、後半戦開始直後から劇的に調子を落とし始め、チェルシーの独走を許し安泰に見えた2位の座は愚か、一時は、CL ストレートインの条件である3位からも、 脱落してしまったが、最終盤にかけて、アグエロの好調もあって調子を取り戻し、最終的には2位の座を奪還しフィニッシュした。また、終盤故障した、チェルシーのジエゴコスタや、今シーズン大ブレイクした、トッテナムのハリー・ケインを抑え、アグエロが、自身初の得点王に輝いた。CL は、グループステージで、バイエルン・ミュンヘン、ローマ、チェスカ・モスクワと同組になった。 結果は、前半戦は、苦戦を強いられるものの後半に、巻き返し2勝2敗2分で2位通過をした。よって、2シーズン連続で、決勝トーナメント進出となった。決勝トーナメントラウンド16は、バルセロナと対戦。ハートが行くのも、ビッグセーブを見せるものの2戦、合計1から3と及ばず敗退が決定した。キャピタルワンカップは、 ベスト16でニューカッスルに0-2で敗れた。FA カップは4回戦で、ミドルズブラに0-2で敗れた。2015から166月2日、下部組織出身で、トップチーム登録もされていたベルギー代表 DF、デドリック・ボヤタがセルティックに移籍することになった。ジェームズ・ミルナーがリバープールに、ステバン・ヨベティッチがインテルに、 エディン・ジェコがローマに、マルコス・ローペスがモナコに移籍した。リバプールから、イングランド代表 FW ・ラヒーム・スターリング、アストン・ビラから、ファビアン・デルフ、バレンシアからアルゼンチン代表 DF、ニコラス・オタメンディ、またクラブ史上最高額となる5500万ポンドで、ケビン・デブライネを獲得した。開幕から5連勝、11得点無失点と最高の、スタートを切ったが、 例年通り負傷者が連発し徐々に調子が低下。奇跡の優勝に向かってひた走るレスターシティに1から3であっさり破れるなど、調子の差は歴然で、結局優勝争いにも絡めず4位に終わった。CL では、グループステージで、ユベントス、セビージャ、ボルシア・メンヒエングラート・バッハと同組になり、4勝2敗で1位、通過。 決勝トーナメントラウンド16のディナモ・キエフ戦を2戦、合計スコア3から1で勝利し、壁となっていたベスト16突破を成し遂げた。さらに、準々決勝 PSG 戦も2戦合計スコアが、3から2で突破しクラブ史上初のベスト4、入りを果たした。準決勝レアル・マドリード戦は、ファーストレグを、スコアレスドローで終えると、 セカンドレグでは前半早々守備の要であった、コンパニが負傷退場し、前半20分にオーンゴールで失点、その後も得点を奪うことができず1から0で敗れ、2戦、合計スコアが0から1でレアルマドリードに決勝進出を許した。キャピタルワンカップは決勝オリバプールと1の1で、引き分け PK 戦を1から3で勝利し、4回目の優勝を果たした。 FA カップは5回戦で、チェルシー2 5の位で敗れた。6月2日、ドルトムントからドイツ代表 MF イルカイ・ギュンドアンを獲得した。しかし、5月のドルトムントでのトレーニング中に、室外骨の脱臼という重傷を負い、本格的なチームへの加入は、来シーズンの9月半ば頃となった。2016から17マルティン・デ・ミチェリス、リチャード・ライトが対談。ライトは、 現役引退も発表した。一方、セルタからのリート、シャルケから、レロイサネ、パルメイラスから、ガブリエル・ジェズス、エバートンから、ジョンストーンズ、バルセロナから、クラウディオ・ブラーボを獲得。しかし、ガブリエル・ジェズスについては、パルメイラスを優勝に導くため、ブラジル全国選手権が終了するまで、残留したいという本人の意思を尊重し、2016年12月までは、 パルメイラスに在籍し、チームには2017年1月から正式加入することになった。クアルディオラのポゼッション戦術がなかなかチーム内に浸透せず、またブラーボが低パフォーマンスでウィリーカ・カバジェロにポジションを奪われ、ストーンズラッシュ美人が脆弱だと批判を浴びるなど、彼が高く評価した選手たちが結果を残すことができずに低迷。結局は、 リーグ終盤戦でスターリング、サネ、ジェズスの若い3トップが活躍したことから最終的にサニーでリーグ戦を終え、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したものの、グアルディオラ大戦1年目はリーグへの適応に苦しむことになった。CL ではグループステージでバルセロナ、ボルシアメンヒーエングラートバッハ、セルティックと同組になり、2勝1敗3分で2位通過をした。 決勝トーナメントラウンド16でモナコと対戦。ホームでのファーストレグで5から3と勝利を収めたものの、セカンドレグに1から3で敗れ、アウェーゴール数の差で敗退となった。FA カップは準決勝でアーセナルに敗れ、カラバオカップはベスト16でマンチェスターユナイテッドに敗れたため、無冠でシーズンを終えることになった。2017から18パブロサバレタがウエストハム。 ガエル・クリシーが、バシャク・シェヒル、ウィリー・カバジェロが、チェルシー、ノリート、ヘス・スナバスは、セビージャ、アレクサンダル・コラロブが、ローマ、フェルナンドが、ガラタ・サライ、ケレチ・ヘア・ナチョが、レスター、サミル・ナスリが、アンタル・ヤスポル、ウィルフリード・ボニーが、スボンジーに移籍、バカリサニャは対談し、フリーとなった。一方で、モナコからベルナルド・シウバー、バンジャ・マン・メンディ、レアル・マドリードから、 ダニーロ、ベンフィカからエデルソン、モラレス、トッテナムから、カイル・ウォーカーを獲得し、大幅なチーム刷新が行われた。2年目となりグアルディオラの戦術が、チームに浸透し、ケビン・デブライネ、ラヒーム・スターリング、ジョン・ストーンズといった選手が大きく飛躍。新加入の GK、エデルソンも、安定感あるプレーで大きく、名を上げた。チームは、 リーグ第11節アーセナル戦での勝利で、クラブレコードのリーグ9連勝、第21節クリスタルパレス戦で引き分けるまで、リーグ記録の18連勝、第23節リバプール戦で敗れるまで、クラブ記録のリーグ22戦無敗を達成するなど、快進撃を続け、首位を独走。冬の遺跡史上で、アスレティックビルバオから、 クラブ史上最高額となる5700万ポンドで、フランス人 DF アイメリクラポルテを獲得し戦力を整えると、そのまま勢いを保ち続けた。4月15日、2位のマンチェスターユナイテッドが敗れた、ことにより4シーズンぶりのリーグ優勝が決定した。そしてリーグ戦最終節サウサンプトン戦に0の1で、勝利したことで、勝ち点が100となり、 プレミアリーグ史上、初めて勝ち点を3桁の大台に乗せた。結果は38戦32勝2敗4分、総得点106、総失点27で、得失点差はプラス79であり、勝ち点の他に勝利数、総得点、得失点差、アウェーゲームでの勝利数、アウェーゲームで得た勝ち点でもリーグ新記録を樹立した。また、 2位のマンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は19であり、これもリーグ新記録となった。CL では、グループステージで、シャフタール・ドネツク、ナポリ、フェイノールとと同組になり、5勝1敗で1位通過。ラウンド16でもバーゼルに2戦、合計後の2で解消したが、準々決勝で、リバプールと対戦。ファーストレグを0から3で落とし、セカンドレグでは、 先制点を決めたものの疑惑の判定によって2点目を取り消され、そのことについての抗議をハーフタイム中にグワルディオラ監督が主審にしたことで退席処分になってしまい、後半からアシスタントコーチのアルテタが指揮を取るものの1から2で敗れた。2000合計スコアが1から5となり敗退した。FA カップは5回戦で、ウィガンアスレティックに1から0で敗れた。 カラバオカップは、決勝でアーセナルを0から3で下し、5回目の優勝を果たした。2018から19夏の遺跡市場では、レスターから、クラブ史上最高額となる6000万ポンドで、リアド・マフレズ、ズーレから、フィリップ・サンドレルを獲得したのみで、動きは少なく、主力を維持していく方針を取った。一方で、ベルサント・ツェリマオ、スウォンジー、ジェイソン・デナイアーを、 リオン、ジョーハートをバーンリーに、パブロ・マフェオ・シュツット・ガルトに放出するなど、人員整理に努めた。コミュニティシールドでは、チェルシーを0-2で破り、5回目の優勝を果たした。シーズン開始後もチーム完成度の高さを見せつけ、開幕15戦無敗で首位を改装。しかし、第16節チェルシー戦で破れると、第18節、第19節と2年ぶりに、 リーグ戦連敗を喫する。その後は、ケビン・デブライネが、怪我勝ちで離脱が多かったものの、ベルナルド・シウバがその穴を埋める活躍を見せ、リバプールと激しいデッドヒートを繰り広げ、第25節から最終節まで14連勝でフィニッシュ。数々のリーグ記録を打ち立てた昨シーズンまでとはいかなかったものの、2年連続で32勝を挙げ、 勝ち点98という高記録を残し、リバプールを勝ち点差1で振り切って、クラブ史上初のリーグ連覇を果たした。カラバオカップも順調に勝ち進み、決勝は、チェルシーと0-0で、引き分け PK 戦を3から4で勝利し、2連覇を達成した。また、FA カップも勝ち進んで、決勝でワトフォードに6から0で、大勝 イングランド史上初となる国内3冠を達成した。CL では、グループステージで、リヨン、シャフタールドネツク、ホッフェンハイムと同組になり、4勝1敗1分で、下馬票通り1位通過。ラウンド16では、シャルケを2戦、合計10から2で下した。準々決勝で、トッテナム戦ファーストレグでは、アグエロが PK を、ウーゴロリスに止められしまうなどして、 0から1で敗れた。ホームでのセカンドレグは、開始11分で2から2と激しい打ち合いになり、4から2となった後半、フェルナンド・ジョレンテに得点を許したが、このゴールはハンドにも見えたが、VAR の介入後も判定は覆らなかった。そして4から3となった後半終了間際、アグエロの折り返しを、ラヒーム・スターリングが決めて逆転したように思われたが、VAR で、 アグエロのオフサイドを取られて、取り消しとなり、スコアは動かず試合終了。2000、合計4から4、アウェーゴール差で2シーズン連続ベスト8で敗退した。冬の移籍史上では、コロンバスクルーからザック、ステフェンを獲得する一方、下部組織出身で、トップチーム登録もされていた、ブラヒム・ディアスが、レアル・マドリードに移籍することになった。シーズン終了後、 首相バンサンコンパニーが今季限りで対談することを発表した。2019から20夏の遺跡市場ではアトレティコ・マドリードからロドリ、ダニーロとのトレードで、ユベントスからジョアン・カンセロを獲得、PSV のアンヘリーノを買い戻し、ピンポイントな補強を展開した。コミュニティ・シールドでは、リバプールを PK 戦の末破り、連覇を達成した。リーグ戦は、 優勝さ右翼欲と目されていたが、第四節で、アイメリク・ラポルテが、半月板損傷で6ヶ月の長期離脱を強いられると、ジョン・ストーンズも筋肉系の損傷で離脱し、一時は CB が、ニコラスをメンデにのみとなる、人材難が発生。フェルナン・ジーニョを CB 起アをして、キューバをしのぐがやはり穴となり、リバプールに大きく、差をつけられ、 さらにレスターシティオも下回って3位で前半戦を折り返す。後半は持ち直したもののリバプールとの差は広がり、31節でチェルシーに敗れてリバプールに史上最速優勝を決定させることになった。結果、リーグ戦は宿敵ユナイテッド20年ぶりのシーズン2敗を喫するなど、グアルディオラ体制では最低となる9敗を喫し、26勝3分で、 勝ち点81の2位に終わった。FA カップは準決勝でアーセナルに敗れたが、カラバオカップは決勝でアストンビラを2から1で破り3連覇を達成した。CL ではグループステージでアタランタ、シャフタールドネツク、ディナもザグレブと同組になり、4勝2分で首位通過。ラウンド16ではレアルマドリードをホームアウェイとも2から1で解消したが、 一発勝負となった準々決勝でリオンに1の3で敗れ3シーズン連続のベスト8敗退となった2020年2月14日4年間にわたるスポンサー収入の水増し報告による FFP 違反を受け UEFA から翌2年間のチャンピオンズリーグ出場停止処分が発表し同月に提訴した2020年7月18日 スポーツ仲裁裁判所は公式声明で UEFA クラブファイナンシャルコントロール機関の調査に非協力だったことで UEFA の大会参加を禁止するのは不適切であると発表し UEFA の裁定を認めない判決を下した罰金は3000万ユーロから1000万ユーロに減額されている35節時点で2位でシーズンを終えることが 確定していたため、2020から21シーズンのチャンピオンズリーグは出場できることになった。2020から21夏の遺跡市場では CB に降格した、ボーンマス FC から、ナタム明ケ、SL ベンフィカからクラブ最高額となる遺跡金で、ルベンディアスを迎え、さらにバレンシアから FW フェラントーレスを獲得した。一方で、 10年在籍したダビド・シルバが退団ニコラス・オタメン・ディガ、ベン・フカ、レロイ・イサネがバイエルンへ移籍した。序盤は、休養が短かったことや、ダビド・シルバの抜けた穴が大きく12節終了時点で9位と、中位にくすぶる期間が続いたが、ジョン・ストーンズの副長、新加入のルベン・ディアス、若手のフィル・フォーデンの大ブレークなどで調子が劇的に、上向く。 9節のトッテナムホットスパー戦での敗戦から29節のマンチェスターダービーに敗れるまで、公式戦は21連勝を含む28試合連続無敗、リーグ戦は16連勝を含む19戦無敗と、快進撃を続けて、中盤からは首位を独走。5月12日、2位マンチェスターユナイテッドが35節、レスターシティに敗れたことで2年ぶりの優勝が決定した。 この年は、グアルディオラの新戦術も機能し、特にジョアン・カンセロが行う、ニセサイドバックを進化させた、カンセロロールや、その恩恵によりニセ9番としても振る舞えることになった、イルカイ・ギュンドアンがリーグ11得点を挙げるなどの、戦術が、話題になった。なおクリスマスを迎えた段階では8位だったため、 そこからの逆転優勝は1997から98シーズンのアーセナルを超えて史上最大である。3連覇中のガラバオカップは難なく勝ち進み、決勝でトッテナムホットスパーを下して4連覇を達成した。FA カップも順調に勝ち進み、国内外で4冠の可能性も残していたが、準決勝でチェルシーに敗れ、4冠はつえた。CL は、 グループステージで、ポルト、マルセイユ、オリンピアコスと同居し、6戦5勝1分、わずか1失点で、首位通過。ラウンド16はボルシア・メンヒエングラートバファを2試合とも、2から0で下すと、準々決勝は、ドルトムーントを2試合とも2の1で下し、グアルディオラ体制では、初となる、ベスト4に進む。 準決勝はパリ・サンジェルマン FC を2から0、2から1で下し、クラブ史上初となる決勝進出を決めた。トレブルに王手をかけていた決勝は今季唯一2敗を喫していたチェルシーと対戦。0から1で敗れて、雪辱を果たせず、準優勝に終わった。シーズン終了後、10年在籍したセルヒオ・アグエロの今シーズン限りでの対談が発表された。 2021から22夏の遺跡市場では、英国史上最高額の約1億ポンドで、アストンビラ FC から、ジャック・グリーリッシュを獲得した。開幕戦のトッテナムホットスパー FC 戦は、カウンターから孫京、孫ゴ民ミンの一撃に沈み黒星発進となるも、2節の、ノリジシティ FC 戦では5から0と対象し、シーズン初勝利を挙げる。続く3節では、 アーセナル FC を開始7分でのギュンドアンのゴールを、含む5発で粉砕し、歴史的勝利を収める。以降校長のベルナルド・シューバラの活躍もあり、連勝街道をひた走ると15節のワトフォード、FC 戦に3から1で勝利し、暫定首位に浮上する。CL のグループステージでは、RB ・ライプツヒ、パリ・サンジェルマン FC、クラブ・ブルッヘと同居。 二節のパリ・サンジェルマン FC 戦では、リオネル・メッシラのゴールで0から2と敗れるも、五節の、同カードでは後半開始早々キリアン・エムバッペに、先制ゴールを許すも、ゲーム終盤にスターリング、ジェズスが立て続けにゴールを奪い逆転勝利でリベンジを、果たす。最終節のライプツィヒ戦には、敗れた者の,の同組を4勝2敗で、首位突破を果たす。 エデルソン31、ウォーカー2ディアス3、ラポルテ14、カンセロー27、ロドリ16、デブライネ17、ビーシューバ20、マフレズ26、グリーディッシュ10、フォーデン47中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、ワホームグローン選手は、U-21 登録選手を示す。番は、 マルク・ビビアン・フォエを忍んで永久決断。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA 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 の定めた代表資格ルールに基づく。 ホームスタジアムのエティハドスタジアムに隣接する場所に16.5面のサッカーピッチ、ユースチーム向けのスタジアム、最先端トレーニングセンターや宿泊施設がある。ありがとうございます。